1本のリードに対しての作業時間自体は15分から20分程度なんですが、その作業工程ごとに乾かすという作業が入りますので、だいたい5日から2週間ぐらいかけて作っていきます。一番大変なのは、自分に合ったリードの組み合わせを見つけていくことです。人それぞれ骨格や歯並びが違うように、リードも人それぞれ合うものが異なってきますので、材料やチューブ、あと道具の型、材料の厚さやあとは長さなんかも組み合わせていってたら無限に可能性はあるので、その中から自分に合うっていうものを一つ見つけていくことは大変な作業になると思いますが、これが一番楽しい作業でもあります。日本はあと季節があって、その季節の中で大きく気温だったり湿度が変化していくので、その季節に合ったものも考慮しながら作っていきます。揺らさないと音が出ないからです。オーボエは2枚のリードを振動させて音を出します。カーブした2枚のリードが向かい合わせになって、その隙間に息を吹き込みます。この時、揺らしたリードの弾力によって2枚のリードの先端部分が閉じたり開いたりを繰り返して振動することによって音が出ます。振動させる弾力をリードに与えるために、演奏前には必ずリードを濡らします。フィルクレではオーボエの他にオーボエ、ダモーレ、イングリッシュホルン、バスオーボエを使いますが、それぞれの楽器でリードの長さや大きさが異なります。オーボエ、イングリッシュホルン。ですので、それぞれの楽器を担当する奏者が自分のリードを自分で作ります。自分がやりたいことを自由にできるリードが吹きやすいリードです。これは人によって異なり、自分じゃないとわからない領域になってきますので、だからこそオーボエ奏者がリードを作る理由でもあります。